おはようございます。おはようございます。そうそう、すいません、運転してもらいまして。はい、今どちらに向かってるんですか？今から有明。有明、そうですね、有明でございます。本日は9月18日、なんと、我々今から那須川天心のプロボクシング第2戦に行きたいと思っております。はい、行きましょう。総長、よくいろんな格闘技 YouTuber さんがやっている、まあ、予想動画をやればよかったんですけど、ちょっとやらなかったので、これ今向かっている最中なので、今回ですね、スーパーバンダム級8回戦那須川天心 VS メキシコルイス・グスマンとの試合になっております。こちらの予想をしていただければと思うんですけども、総長いかがでしょうか？いやー、そんなにもね、那須川天心は知ってるけど相手は知らないかな。そうなんですよね。もう分かんない、勝ってほしいってだけ。なるほどですね。ちなみに、このルイス・グスマン選手は、メキシコの、ナショナルチャンピオン、なのでメキシコのチャンピオンでございます。日本のチャンピオンみたいな感じ。そうです、メキシコでのベルトを持っております。じゃあ天心勝つんじゃない、そんぐらいだったら。なるほど。わかんないけど、メキシコって強いの、ボクシング。メキシコはボクシングすごい盛んですね。そうなんだ。はい、よくメキシカンって、メキシカンジャブとか、よく手が伸びるとか、硬いとかよく言われるような、本当にもう、メキシカン流みたいなボクシングのスタイルがあるぐらいです、盛んでございます。じゃあ、日本一位とメキシコ一位じゃ全然わけが違うってことか。どうなんですかね。ただ、確かに、昨日、計量が終わって、記者会見の時に、グスマン選手は那須川天心の経験の浅さを指摘してます。うん、確かにね、ボクシング浅いもんね。1年もやってない。そうですね、転校して、まあ、1年ぐらい経ったぐらいですかね。じゃあね、ちょっとボクシングとキックボクシングじゃちょっと違うからね。まあ、ね、はい、難しい。なるほどでございます。でもなんとなく勝てるでしょ。なるほどですね。じゃあ予想お願いします。何ラウンド KO 勝ちとか判定勝ちとか。そもそも何ラウンドなの？8ラウンドですね、8回戦なんで。今どこ、ここ、まあ、もうちょっと、あ、これ、あれ、これだ、はい、あれ、これワンツーフォーじゃないですか。そう、書いて残ってる。少々お待ちください。あ、次、ここですね、ここでしたね。ちょっと一応通過しちゃいましたね。じゃあすいません、ちょっと通過しちゃったんですけども、試合の予想をお願いいたします。何ラウンドだっけ？8ラウンドです。8ラウンド、8ラウンド。じゃあ5ラウンド。はい、 KO 勝ちですか？KO かな、那須川の。なるほど、わかりました。それじゃあ東京に行きましょう。Let's go! おお。お疲れ様です。天心戦終わりまして帰宅中でございます。どうでしたか？運転が疲れたね。あ、すいません。行きから帰りまで運転ありがとうございます。ボクシングの試合は、総長、初めてじゃないですよね。見に行った、まあ本人ボクシングの試合に出てましたから。いや、ちゃんと見に行くのは初めてかもしれない。なるほど。じゃあどうでしたか、今回会場、有明アリーナでしたが。あ、初めて行って、綺麗だし、大きいし、いい会場だね。なるほどです。試合は天心選手のどうでした？で、1ラウンド目からダウン取ってね、なんかもう、1、2ラウンドで終わっちゃうんかなと思ったけど、まあやっぱ相手も強かったよね。そうですね、こう天心ももらってたんじゃない。なるほど。他の試合も見ていただいたと思うんですが、なんか印象に残った試合とかありましたか？なんだっけ、一番最後のケンシロウ。はい、ケンシロウ選手 KO してね、はい、強かった。なるほどですね。まあ、チャンピオンだからね、うまいのは当たり前なんだろうけど。はい、なるほどでございます。ボクシング楽しいね、結構。おう、よかったです。なるほど。行きの予想で5ラウンド KO だったんですけどね、ちょっと
外れたね。あれでもみんな倒すかなと思って見てましたよね。いい感じでカウンター入れたからさ、はい、あのままちょっと行っちゃうんじゃないかなと思ったんだけど、まあやっぱ向こうの選手もねそれ一回もらったらね警戒するだろうし。そうっすね。そんな甘くないよね格闘技って。はい。ちなみに5ラウンドを予想してたときになんか5ラウンド失速に見えたんですけど確かにちょっと、まあ、3ラウンド目までは結構ねいいパンチ出てたんだけど、はい、4から5にかけて急にちょっと、まあ、パンチが遅くなったんだかなんだか分かんないけど、まあ、早いのは早いけどね。そうですね。なんかいつもよりは遅くなってたよね。なるほどですね。まあ、体力もやっぱ違うからね。まあ競技別競技って考えていいと思いますよね。そうだよね。配分も慣れてないんじゃない今まで3ラウンドでやってたし。なるほどですね。今日8ラウンドだもんね。今日8ラウンドですね。前回が6ラウンド。そうですね。ちょっと配分が難しいんだろうね。なるほどですね。倒せると思って体力使っちゃったらね、倒せなくてズルズルいっちゃったら、そうですね、逆にピンチになる可能性もありますもんね。難しいね、ボクシング。なるほど。どうですか、その、まあ、今回たまたま祝日でジムも休みでこう外の、まあ、外ロケじゃないですけどボクシングに僕も同行させてもらいましたけど、まあ、ボクシングも初めて見たし、まあ、格闘技観戦が久々だったから、はい、やっぱあの会場の雰囲気はいいよね。やっぱいいですよね、格闘技のなんか独特のあの空気がいいですよね。そうだね、やっぱ会場で見るっていう、はい、ね、画面じゃなく会場で見るっていうのはめちゃめちゃいいと思う。いいですよね、うん、お客さんも結構入ってたし。そうですね、やっぱあの中で戦う、たくさんの人の中で戦うっていうのもまたいいですよね。どんどん格闘技が流行ってってくれれば、ね、ああいう興行もいっぱい打てるんだろうし。そうですね。ただまだ弱いよね日本は。まあ興行、海外はペーパービューがもう盛んでどん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 売れてますからね。あ、まあ、地上波でやらなくなっちゃったのがまた一つのあれかもしれないですよね。ペーパービューより俺は会場のあの雰囲気がいいなとは思うけど。あ、まあ確かにそうですね。ぜひね、興味、少しでも興味ある方は一度会場に足を運んでもらうっていうのも一つかもしれませんよね。そうだね。全然見づらいけどね、会場の方が。まあ画面越しで見てた方が分かりやすいしいいんだけど、やっぱ会場の雰囲気って絶対味わえないからね、行かないと。そうですね。なるほどでございます。どうですか、ちなみに今こうジムが始まってもう少しで1ヶ月経ちそうですけど、うん、まあ、今ねちょっと経験者の方なんかも入会してもらったりとかして、うん、ね、今後もしかしたらそういう方が試合に出てくれたら僕らもそういう会場に、まあ、全然アマチュアとかね会場になるとは思いますけどね、うん、楽しみの一つになるんじゃないですか。そうだね、また会場に毎週のように行くようになるのかなと思うと、ね、楽しみでもありうんって思うこともあるけど。そうですね、まあやってみないとね。そうですね、まずはまあ入会してくれる人を増やして育ててって感じじゃないかな。なるほどでございます。わかりました。じゃあ今日の天津戦も楽しかったということで大丈夫ですか。はい、はい、また明日から頑張りましょう。わかりました、お願いします、はい、ありがとうございました。おー